yes. よし。帰るぞ。 今暇か? Thank you.
たの？どうするの？よし。お願いします。
これだ。その通り。マスターが貸し切りだって。コーヒーとかもおかわり自由だよ。って普段からガラガラじゃね？ご主人のご好意だぞ。細かいツッコミは抜きにして甘えとこうぜ。予告状をどこに出すって話だよね。でもこれだけ騒がれてるといたずらって思われない？僕がサエさんのデスクの上に置くのは顔パスで行けるし。やめた方がいいぜ。お前しか入れないルートじゃ足がつく。私がやるよ。家に届いたってことにする。確実で一番リスクが低い方法。何を聞かれても知らないで押し切るから。それじゃ誠が。どうする、リーダー。誠に任せてみる。それしかないのかな。大丈夫だよ。危ない橋なら嫌ってほど渡ってきたんだし。じゃあお願いするよ。引き受けてくれて、その分僕も頑張らなきゃな。じゃあ侵入場所は裁判所の前で。集合時間は18時。了解。いつも通りね。じゃあ明日に備えて解散。
競う者たちへの妬みそねみに我を忘れ、出世欲に取りつかれたる嫉妬の罪人、出世のため不正義すら正義と唱える不実、心の回答だ。ポストに入ってて本当によこすとはね。罪人でもない私を改心、バカにして、都合の悪い人間を消したいだけのくせに。いいわ、先にこ怪盗団捕まえたらお姉ちゃんが取り調べするんだよね、地下のなんとか室で。どうして？ううん、前にそんなこと言ってたから。ええ、そうよ、地下の特別尋問室で。時間は限られてるけど絶対吐かせてやるわ。正々堂々行きましょう。そろそろ戻るから、こんな時間だけど部長に連絡した方がいいよね。この仕事が片付いたらちょっと落ち着くと思うの。そしたら二人で温泉でも行こうか。お姉ちゃん、私ね、お姉ちゃんの味方だよ、誰にも手出しさせないから。変な子。電話。じゃあ私部屋行ってるね。夜分恐れ入ります、新島です。お耳に入れておきたいことが。怪盗団からの予告状です。私宛て。待機？しかも捜査の指揮権を別の者にって。あ、いえ、そのようなことは。指示があるまで待機を。はい。よーし、本番ね。準備は大丈夫？行こうか。さあ、今日で型をつけるわよ。負けられない。行こう。
ショータイム。今度はどんな勝負です？何出してきても勝ちますけどね。私を追い詰めてるなどと考えているのなら、それは大きな誤り。ここなら思う存分暴れられるから案内してあげただけのこと。お姉ちゃん。お父さんが殉職した時、犯人を心底憎んだわ。正義の殉職って言えばヴィランだけどね、残された方はたまんないわよ。私がどれだけ苦労したと。僕の買いかぶりすぎでしたかね。もっと高尚な言い分だと思ってましたけど。まさに暴走。こんなの間違ってる。正義は悪に屈してはならない。私は勝たなければならないの。ただの独りよがりだ。どちらが正しいかは戦って決めればいい。何をしてくる気だ。もう恋は関係ねえ。ルールなんざ付き合うかよ。いいえ、あなたたちは従うしかない。すぐに理解することになるわ。今のは来なさい。救うんだろ。最大限に注意してかかれよ。正々堂々行
ましょう。よし、行くぞ。奪え。恐ろしさを味わえ。正々堂々行きましょう。なんだ。さあ、このルーレットでお互いの命運を。もちろん暴力行為は禁止よ。ルールだから、今さらルールなんて従うわけないだろう。構わないわよ、そういう人には。ルーレットしないとペナルティーついてる。どうする。そこか。あら、なら、ルール違反には罰を。そうか、大丈夫か。ルールを守れない者には容赦しない。こいつだ。セルソナ、食らいなよ。これはペナルティーよ。パンサーの体力注意しろ。格の違いを見せてやる。これを。ありがとね。サンキュー。あなたにはボールがどのポッサー。一度目の勝負の時。十中八九イカ様だろうが、奴にそれを言っても聞き入れないだろう。ここは素直に従って、まずはイカ様の証拠をつかむことにしないか。僕もそう思った。選んだ。やはり負けてしまったか。なら観察を続けて見抜いてやろうぜ。正々堂々行きましょう。スクリーンの映像が変わってる。毎回か。これだな。助かったよ。うん、助かったぜ。ペルソナー食らいな。ルール違反には罰を。これはカルガやばそうだ。体力に注意しとけよ。これはペナルティーよ。パンサーの体力注意しろ。そら、ありがとね。サンキュー。さあさあ、どやはり負けたか。
ら観察を続けて見抜いて。正々堂々行きましょう。感謝する。ありがとう。悪いな。ベルソナ。ルール違反には罰を。カルがヤバそうだ。ベルソナ、行け。これはペナルティーよ。アンダーの体力注意しろ。使うぞ。ありがとね。助かったぜ。そうそう、選んやはり負けたか。本当か。ボールはポケットに入ってたし、もう少し観察を続けて。正々堂々行きましょう。舐めた真似を。なら言い逃れできないよ。イカ様の瞬間を抑えてやれ。ガラスで蓋をされたらポケットを狙撃するんだ。誰に狙撃させるか。イカ様さ、俺ならいつでも行けんぜ。狙撃か。うん、頑張っ、うん、任せて。派遣者が狙撃地点に到着。あとは次のルーレットを待つだけだな。さあベッドの時間よ。さあ、なんだ？イカ様、卑怯な勝負？
そんなに正々堂々と戦いたいなら、もうルールなんて無用。お望み通り、正々堂々と。これが奴の本性ってことか。ようやくいつもの殴り合いだ。剣の錆にしてやる。先まで計画できない戦闘力だ。油断するなよ。ベルトマン。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。ベルトナそこか。こういう時礼を言うよ。助かったぜ。私は帰るんだ。自分のためじゃない。私は勝つんだ。お前勝負、純粋な運の勝負。もうイカサマンチョか。こいつはチャンスかもな。
王の体力残りわずか。回復してやって。クライナー、しっかりしろ。ペルソナー、これでまずは回復だ。これだ。Thank you.
場面。これだ。名誉挽回を約束する。現存せよ。剣のために死ぬ。彼がやばそうだ。そのみんな体力やばいぞ。誰か回復できないか。あまりになる。しっかりしろ。セルソナ。はい。感謝する。サンキュー。僕の恐ろしさを味わえ。私は力が湧いてくる。よし、新技入手おめでとう。新技だ、見とけよ。おい、我が輩らしいスキルだな。シャドウにそこまで。黙って。すまない。俺らお宝探してくるわ。まこと、法で裁けない悪を明るみに出して断罪すること、それは間違ってないと思う。怪盗団だってそ、でも手柄のために強引な捜査をしたり、真実をねじ曲げようとしたり。ねえ、検事になるって決めた時の気持ち思い出して。それがお姉ちゃんの正義でしょ。私の正義、思い出して、昔のお姉ちゃんを。私は飯島さんもお父様もそう。何がきっかけで変わっちゃうの。確かに欲望が原因といっても、歪んで偏った思考に陥るなんて。本人の知らない原因でもあるのか。あったぞ。これで捜査が正しく動く。君たちの容疑も晴れるだろう。君との取引、いい経験になったよ。探偵の僕がまさか怪盗なんてね。まさか君も僕もこれっきりさ。そういう約束のはずだよ。忘れてないよね。長居は無用だぜ。平気か。大丈夫。
あ？敵の反応！いつの間に！外に集まってきてる！マジか！どうなってやがる！なんて数だ。やばくない？主も倒してお宝まで取ったのに、シャドウたちのざわつきが収まらない。どうなってる？何か起きてんのか？まだ来る！放っておくと危険だ！ん？とにかく動くぞ。すぐに黒服がなだれ込んでくる。囲まれたら終わりだ。この人数で固まってたらすぐ見つかっちゃう。分かれて逃げないと。でもそうなるとおとり役が必要に。ダメ、危険すぎる。ジョーカー、あなたまさか一人でおとりをやる気？よせよクイーン。こいつ無口だけど、一度言ったら聞かねえんだ。死なねえだろ、お前なら。無茶しないでね。帰ってこなかったら許さない。我が輩との取引の途中だからな。さっきより集まってきてる。まさに後ろ髪引かれる思い。急いだ方が良さそうだ。また後で。誰かいるぞ。始末しろ。よし、逃走開始だ。行くしかない。慌てないで、今ならに。アタッシュケースはこっちで回収しとくわ。こっちのことは心配無用だ。逃げ切ることだけ考えてくれ。それにしても、さっき大勢の客の上であえて姿を晒したのはうまい陽動だった。さすがはジョーカーだ。疲れちゃこうはいかないね。意識が低いか。あそこだ。ともかく走って、逃げて。ジョーカーに集まってる。こっちはうまく付けられそうだ。みんな、落ち合う。やっちゃって、ジョーカジョーカー、そのまま倒しちゃって。どこか。
いていく。他のみんなはシャネルか。ルールだぞ。聞いません。何時の運命は最後までよく思い出してみるがいい。何時来る前にそこから離れて。よし、まだ来る。ジョーカー後ろ、扉。よし。おいおい、大丈夫。こちらは問題なし。一匹じゃない、見つけて殺せ。どうしたの？そこが出口のはずだよ。これは、そういうことか。あの騒ぎじゃ下の階はほら全部塞がってるわね。ねえ、行ける？あそこだ。逃げ場はないぞ。じゃあな。かっこいいまねしてくれるね。無茶なんだから、ったく。とはな、恨むなら仲間を恨め。お前は売られたんだ。容疑者現任、現行犯逮捕。